今年8月、滋賀県国境高原スノーパークで DSU フェスティバルが開催されました。エントリーされたドレスアップカーはおよそ300台、色鮮やかにカスタムされた車やこだわったパーツを加えた車など、さまざまなドレスアップカーが勢ぞろいしました。今週も今年8月に開催されたDSU フェスティバルの模様をお送りします。まあ、この下の段に降りてきましたけどね、いろんな国があって、大阪からエントリーで見てください、これアルファード、これアルファードです。アルファ、はい、あれ気のせいかな、なんか今年の春取材したような取材してないような、どうだって、これあれあれ、これはあれか、解体車だかもういらない車だ、多分置いてあるんだな、いらない。去年自分の放送見ました。見ました。本当でもあれでも物足りないと。いやいや、十分です、十分です。いや、去年より過激になってるよね。いや、そうかな。本当もうこれ廃車にしたのがナンバーついてないってこと。痛い痛い痛い。まあ今外しちゃったけどね、ショーのためにね、はい、そうだよね。これはあれだ、もうあの、あ、去年もありましたね、これはね。で、これあれですか、もう廃品回収に出した車ですか。違う。本当すごい。偽ビトンって書いてありますね、これね。使えないな。でもね、ここだけ綺麗。ここだけ綺麗。あれ、誰かあの放送見て会社の人から言われた。言われた。言われた。出てたねと。君は何をやってるの。何をやってるの。今回夫婦で、こっち旦那なんで。で、旦那さんはどの人。あ、自分です。結婚してたの。あ、そうです。帰り送ってこうと思ったのに。あら、結婚して旦那さんいるの。これなし、全然綺麗。旦那さんいたの。何？いつ結婚してたんだよ。5月19日に入籍したばっかり。去年のあの時結婚してなかったの？してなかったです。5月19日に結婚したばっかり。はい。誰？やっぱりあの放送がきっかけで？いや、当たり前だよ。絶対こっち。ここがすごい。ここすごいからね。7ミリすごいから。すごい斜め率だから。この類の車はみんな固まるのかね。そうですね、やっぱ似た仲間がいますよね。はい、こういうショーでしかやっぱりこのプレジデントとか見なくなったよね。そうですね、街から消えましたね。そうだよね、走ってないよね。あれなんか珍しそうですね、カスタムは。行きましょうか、どれ緑。見た感じはなんかやってますね。車なんだろうこれ。スカイラインじゃない。スカイライン、すごい派手。スカイラインだって。GT カーみたいな、本当に。どっか大阪からか。あ、多分ベース一緒ですね、これ。テールとか一緒ですね、スカイライン。元はこれですね、多分。元はこの赤い車がこうなった。はい、こんな感じですね。テールも一緒なんで、スカイラインなんで。多分。本人不在なんですが、あ、俺初めて見たな、伊勢志摩ナンバー。あるんだね、4文字。あの昔は終わり小牧しかなかったの、4文字。あ、そう。で、最近伊勢志摩ナンバーが出てきたんだね。なんかかっこいい。なんか僕もなんかインスタかなんか見て、めっちゃダイエットしたみたいですね。そうです、そうです、そうです。ね、ダイエットして車もこれになったんですか。そうです、もう1台作ったんです。そうなんですか。はい、これ車ベースは何ですか。ハイゼットカーゴのデッキ版です。はい、そういうリフトアップして。リフトアップして、はい、4インチ。それとマフラーもワンオン。新車ですか。新車です。ね、はい、でさっきおっしゃってましたけど、ナンバーも伊勢志摩、かなり待つだけなんですけど、はいはいはい、待つだけナンバーってないんですよ、はいはい、一員になっちゃって、はい、伊勢志摩ナンバーがどうしても欲しくて、はい、お父さんの事務所を伊勢志摩に移転したんです、はい、それでそこで登記して伊勢志摩ナンバー。
伊勢島ナンバーに住んでたね。伊勢島ナンバーが欲しかった。ね、はい。あの多分何百万からそれちゃんと食べたけど。なんか喋ってる、なんか喋ってる。あ、中もレカロシートがありますよ。これ車より椅子の方が高いんじゃないですか。ちょっとこの車のストロングはこの塗装だね。あ、呪いのマークね。あ、これは外せないよ。ストラコといえばこの呪いのマークです。どうしようこれ入れてくれ。塗装屋さんなんですか。はい、塗装屋さんなんですか。あ、そうか、車僕全体僕が作ってる。足りないから捨て方で今どうか、ね、どうしても何やってもいいね、はい、今ねこういう時期なんでね、はいはい、もうまずっと張っててください。そうなんですよね、わかりました。ああもういいところ、はい、ステッカーの黒、はい、もうこれはこうですね、はい、決まり。ありがとうございます。はい、どうも。さあ、続いてですね、こちらの車ですか。はい、はい、これはレクサスのGS です、ね、GS、はい、これもフェンダーも叩き出しみたいな感じ。これそうです、多分叩きより切ってかなり作って、切ってつけたの、はい、こうだいぶ全部作ってあるんで。塩月くんはこういうのが好きでしょ、この類が、このつけてあるそういうの、ね、あ、そうですね、やっぱ職人のこの技が出るんで、職人の技、はい、というのがオーナーさんですか。はい、はい、どうぞ。本田さん、まあ、どちらからエントリーですか。まあ、綺麗ですよね。はい、はい、で、大野さん、はい、はい、どうぞお願いします。はい、今日はなんかキャンギャルの方も出てきた。はい、トリアーズメンタル。若いよね、いくつ言えないのかって大野さん、これもう上側から乗るんですか。そうですね、関西から入る。そうです、兵庫から。兵庫から。はい。ここの回は何回目ぐらい来ますか。もういつもの。いや、DSU 系統のイベント自体はあんまり行ったことがないんですけど、今回この車に乗り換えてからは初めてですね。まだ最近なんですか。そうですね。またなんでレクサスのこの GS なんですか。これが好きやん。好きですね、この形が。この形がいい。はい。で、このオーバーフェンダー。はい。仕事どんな関係の仕事してるんですか。僕は自営業でちょっと建築関係の仕事を。これエアサス。エアサスです。綺麗だね、車がね、はい、もうあのオリジナルを大事にしつつの自然にやる、ね、そうですよね。多分あの給油口まで触ってるんでフリスター系になると思います。そうだね、はい、ここの下で終わるとオーバーフェンダーなんですけど、あ、これが、はい、そこでボディごと出てるってことなんです。ここに埃溜まるけど嫌だけどな、普通はそれがいいんだ。でも多分自慢じゃないですか、その元よりこれぐらいワイドに出てるんだよ、太いタイヤをかけるっていうのは。大丈夫。大丈夫です。本当ありがとうございます。今度のイベントに剥がしたら怒るよ本当に怒るよ。いや多分もうあと 2,3 ヶ月したら外装フルリメイクもう一回かけるんで、うん、あ、そうなの。そしたら取っちゃうかもしれない。あ、探しとくわ。続いて、ね、会場いろいろありますが、なんかブース紹介、ブース紹介って言うんですけど、ブース紹介じゃなくてここ休憩所でしょ、多分。多分。こんにちは。こんにちは。昔どっかでお会いしますね。あの名古屋の SM どうぞ。あの時あの BM かなんかだったよね。そうそうそう。BM はもうやめたんですか。BM はあのお客さんが廃車にしちゃいました。あら、あの車を。はい。はい、でここマセラティなの。今日ちょっとあの、はい、見えないところしかいいじゃん、エンジンとかを。あ、そうなの。あ、え、どういうこと。あ、足回りとかエンジンとかの。この車やってあるんですか。はいはい。このマセラティも珍しくないですか。そうですね、これギブリー。ねえ、あんまり見ないです、僕らも。ホイールも単造で4本で100万。このホイールが。はい、あのね、すご
台車乗りはね、これだから嫌だね。これの自慢ばっかりすると、もうちょっとあると思ったもん。そうこれだから。はいこれ100万。はい ブレーキ100万。はいね、これあの車高上100万とか。車高上60万です。60万。もうあのご家族ですか。あいやお客さん。お客さんで。なるほど。とあと あの一応嫁というか一応一応じゃなくて一応嫁っていうのと本当の嫁とかそういろいろないからね。今日もあのちょっと昼から帰らなかったのがあの別居するのにいいよ。知るか知らないでお客さんですか。あそうです。はい、で、あの彼女です。あ全然違いますね。ちょっと今くのいてる最中。あそうですみんなの前で言うんじゃねえよ。いやーだけどね、僕もあのいろいろこのテレビで取材やりますけど、こんなにフェンディに似合う人見たことない。見たことない。確か去年 この黒い車があって、インドカーが販売してます。こんな人いましたね。はい、すみません、こんにちは。あ、またいますね。黒いのが、黒いのがいますね。黒いのが。何これ。ちょっとお疲れ様です。俺も結構色黒いって言われるけど黒すぎるよ。ちょっと待って、このブースは何なんですか。これはえこれチームブースと、はい、あとショップのブースです。ケースケースはど軽トラ取ったじゃないですか。さっき自分で作るって言ってた、すごいなって言ってた軽トラ。あのマフラーとか多分このメーカーここで作ってるの。はい、神奈川の。神奈川、関東ですか。はい、ああ一応 ゆっくりとした足取りで出てきましたけどね。社長さん。社長さん、あこんにちは。どんな、何が得意な。いや、特にでもボディ加工ですかね、ボディワーク。塗装、さっきの職人、塗装職人やし、板金ボディ。で、マフラーも有名ですね、マフラー。さっきのあの、軽トラ。軽トラもあれ、そうですね。はい、何本か。そうですね。やったのが。はいはい。そので今回こちらのブースでやった食材と雲は何だか出てるんですか。あこれもそうですよ。あこれもそうなんですか。はい、社長が出てる。あ出ました。あの今日会社休みなんですか。連休です。今度。あの役所で会社訪問行こうよ。本当に出勤してるのか、本当に朝タイムカードを押してるのか、ね、タイムカードがそこにあるのかって。着で。そうか。ちょっと若干めんどくさいですね。続いてですね、別に何を売り出してるわけでもないんですけど、こちら。なんの、なんでしょうね。あの、ただハイエースが2台あって、柄の悪い人が2人いるっていうね。ティアラさん、はい、何の業者さんなんですかね。一応ショップをやってます。はい、はい、どんな感じの。一応カスタム全般、車検とか新車中古車販売はやってます。国産外車、ま、とかセダンとか、はい、山梨といえばブドウお土産があります。悪いよ。そんなタイミングで出るわけ。お立派なシャインマスカット。シャインマスカット甲州直送部。はい、シャインマスカット、これはあの山梨のやっぱり名産。自分のうちの実家が農家なんで。で作ってるやつ、はい、そうです。ちょっと試食してもいいですか。どうぞどうぞ。これシャインマスカットですね。はい、そうです。はあ、これは食べてごらん。あ、いただきます。あ、本当ね。美味しい。ね、これちなみに、はい、これ普通これ売りで大体小売りで売り出すこれこのものでいくらぐらいするんですか、一つさ。大体8000円です。これ、はい、あの普段は霧の箱に入ってるんですよ、これは。あ今これ段ボールに入ってるけど。そうです。これはあのプレゼント用にちょっと一房じゃ寂しいので2房入れて持ってきました。8000円、はい、ぐらいで多分市場では売ってるはずです。
電卓あるが割りじゃない1、2、3 さあ、DS 優杯で、やってまいりましたが、まあ、いろんなね気になる車たくさんありましたけども、薬師賞ね、はい、ちょっと決まっております、ね、どの車か。そしてね今日君も、まあ、案外パンツ見せ気味だったけどいつものようにねやってましたけどね、はい、それからね皆さんねお付き合いありがとうございましたね。なんかすいませんゾロゾロして坂も降りてましたけどね大丈夫ですか。大丈夫です、ね、今日なんか気になった車とかありました。車皆さん好きなんですか。めっちゃ好きです本当にか特に好きですか。 V8 が一番好きなんです。 V8 かっていうことは結構アメ車とかが好き。大好きです。アメ車が好き。はい、そう。こっからしないの。え、彼氏はびっくりしないんですけどよくねキャンギャルにある答え。ほんまにほんまにこれは答えで当たり前になく車どんなのですけど。乗らないんですよね。どうし彼氏だったらこんな車乗っておってほしいみたいな。86とか乗ってた。走り屋っていうのは86とかスポーツカーかっこいいと。あ、もう86とかもう、ね、合格ありがとうございます私ワンボックスが好きで今エスカイア乗ってます。え、エスカイアに乗ってます。エスカイアは何。トヨタのエスカイア。あ、4区なんていうんですか、ノアとかボクシーとかちょっと最上級に乗ってます。あ、乗ってるんだ。はい、好きで乗ってます。彼氏じゃないのですか。本当に彼氏いないありがちだよどんな車。 SUV か、なんかオープンカーとかが好きです。自分では何か乗ってるんですか。自分も SUV のちっちゃいの。あ、彼氏じゃないのですか。いや、今日軽トラがすごいかっこよかったですというね、皆さんもありますが、日射病にならないでね、はい、滋賀県といえどこれ暑いですね暑さは変わらないね、はい、ね、そしてこの後まだまだ発表があるんですか。はい、ね、発表があります。表彰式があるということでね、はい、はい、また薬師賞の方この後発表させていただきます。はい、はい、というわけでですね、私今回3台この会場に、ある車の中からまず1台目、選ばせていただきました。アリストですね。どこからでしたっけ。愛知県豊橋からね。で、非常に感動したのがですね、右ハンドルのアリストを自分で左ハンドルにした。素晴らしいですね。で、来年のこの同じ夏の大会までに次に右ハンドル直してくるっていう約束でこの賞を選びました。よろしいでしょうか。薬師寺大賞選びました。おめでとうございます。じゃあ記念撮影いきましょうか。薬師寺大将この方はですね、今度までにキャデラックノーマルに戻してくるっていう約束でこの回やりました。おめでとうございました。今度来年のこの夏のエントリーまでに軽トラックから、次11トントラックをカスタムしてもらってくるっていうことを約束して、受賞します。おめでとうございます。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。